はい、皆様ごきげんよう。こんにちは。完全なパクリ。ガチパクリ。あれ、二人ともあれですか？なんで黒統一なんですか？いや、たまたまね。たまたまですね。あ、そういうことですね。はい。はい、まあ今回は前回ちょっと送らせていただいたあの基礎の指導動画あるじゃないですか。あれの続きを撮らせていただきます。はい、で今回実際に投げてもらうんで、陽妃に来てもらって、はい、ちょっと今日キャッチャーをやっていただきます。はい、光栄です。ありがとうございます。軽くね、軽く。はい、もう本当に軽く投げる。もう指導動画なんで、そこまでそんなにあれ本気ではやりません。はい、あくまでこう注意点とかそういったものを説明していくだけなんで。はい、はい、です。はい、ではやっていきます。OK です。はい、よろしくお願いします。前回のおさらい。足の踏み込みの位置。そして、はい、踏み込みの位置です。あとプレートの使い方です。はいはい。はい、をちょっと簡単におさらいだけ。一馬さんは、何歩でしたっけ？6歩。基本的にこれは人それぞれっていう形でいいんですよね。そう、それぞれでやっぱり自分がね、なんか力が入る位置、はい、あんまり無理に開いても良くないし、はい、狭くてもこう立ち投げみたいになっちゃうし、はいはい、だからちょうどいい塩梅のところを探すべきだね。はい、ありがとうございます、はい、そして、プレートの使い方ですね。使い方ね、まず一つはおさらいとしてね。はい。ここから足上げるとき。はい。まっすぐプレートにまっすぐ。はい。足を上げると。はい。特に軸足になる足がやっぱりブレると体全体ブレるから。はい。これをまっすぐ上げて。でキャッチャーに向かって投げる。で今日はこのまま、ワインドアップとセットポジション。実際に投げていただきます。はい、でそれにおいて、まあ、投げた後、こうなんですよ、ああなんですよという注意点を、はい、とあと改善点とかお願いいたします。じゃあまず普通にいきますよ。はい、いい例か。はい、まあいい例かわかんないけど足の上げ方。はい、もう一回ここから。うんうん、足の上げ方、あんまり足を気にしないパターン。はい、あ、なるほど。いい例をもう一回お願いします。はい、まず最初にいい例からね。いい例から、踏み込んだ足がキャッチャーに対してまっすぐ。はい、何も気にしないといけない。ああ、ちょっとこっちにですね。はいはいはい。しかもブレますね。ちょっとここが違うとやっぱりね、ほんの些細なことなんだけど、はい、ちょっと違うだけでピッチャー繊細だから指先の感覚にリリースポイントがずれる。はい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 。でまっすぐここの踏み込みだったらここやっぱここだったらこうずれちゃう。全然違いますね。そうそう、こっからの距離だから 18.44 でキャッチャーまで結構差があるよ、ね、はい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 。なるほど。そこを修正するにはどうしても力で持ってらっしゃる。はいはい。もうあれですもんね、ボール半個分の世界ですもんね。全然違う。そうい
ういう細かいことはやっぱり、ね、マウンド上じゃなくてキャッチボールでしかできないから、はい、常にキャッチボールでやっぱりキャッチボールがこういうふうにただ何も考えて肩慣らしですよみたいな、はい、絶対これじゃ上手くないボールも速くなるし、はい、違いをちょっと見てもらって、あのクロスしてた時としてない時、はい、うん、体重がこっち行っちゃう、はい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 、こっちに持ってこるとすごい腰出て持ってますね、はいはい、ここに置くとやっぱこういう風に着地で着地で体重のっけてきたのに投げてこういう感じ、はい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 、 できれば練習の力まっすぐ立ってね、立っちゃうよりこう、うん、歩くぐらいの感じの、はい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 、はい、全然違いますね。もう一回一球ずつだけいい例悪い例お願いします。やっぱりボールの乗せも違うわけです、はい、横振りのパターン、横振りというか悪い例はい、うん、全然違う、ありがとうございます。ちょっと投げた時に、はい、まあ、打球来るか構えるんだけどちょっと前に行くぐらい、うんうん、はい、そうするとあれですよね、球に力もこもりますよね、やっぱ前でこうやって前で振った勢いでそのまま止まるか、はい、またまた、うん、腕の振りのね違いが全然違いますね、そこは違うと、なるほど、腕も違うし、はい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 、ありがとうございます。いいところ、はい、そういったところをまずキャッチボールから意識するっていうことですね。もちろんキャッチボールは基本なんで、はい、それをおろそかにするとやっぱりその癖が絶対マウンドに出ちゃう、はい、ね、まずはここからアップの時点からもうその調整を始めるってことで、よくピッチャーやってますとか小学校の子とかいるんだけど、はい、ピッチャーやってます、まあ、ピッチャーってさやっぱり大きく上げて投げるわけね、こうやって、はいはいはい、力使ってキャッチボールからこんな感じああ、なるほど、ピッチャーやってんのって感じこうやってはい、よいしょみたいな、あ、全然違いますね、体重乗らないですよね、はい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 、やっぱりね、大きく体を大きく大きくキャッチボール短い距離であろうと長い距離であろうとどうせこういう大きい動きするんだから、はい、最初から大きい動きをして投げる、うん、おお、全然違うわ、わかりました、ありがとうございます、はい、基本的に、しっかりとキャッチボールからこれを意識するということですね。そうね、はい、大きく使ってやっていくと、わかりました。じゃあ投球バージョン、それの第2弾ですね、はいはい、はい、今日はこの説明をさせていただきました、はい、はい、ありがとうございます。参考になればと思うんで、はい、キャッチボールが気をつけてやってもらって、はい、よろしくお願いいたします。もろもろ解説はドー君が編集で入れていきますので、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、どうもありがとうございました。